かなりでかい音だった。ホームランキング独走の大谷翔平、衝撃の 3.99 秒弾に米指揮者も愕然。本当に現実離れしている。エンゼルスの大谷翔平選手が23日、パイレーツ戦に2番 DH で出場し、1回に36号ソロを放つなど、3打数1安打1本塁打1四球という結果で終わりました。8月1日のトレード期限前最後の本拠地試合で、節目のシーズン100試合目、チームは7対5で勝ち、貯金を2としています。この日の試合、相手の先発は今季9勝の好投手ケラー選手。1回1試走者なしの第1打席、フルカウントからのカットボールを巧みに捉えた打球は、角度19度と4月18日のヤンキース戦と並び、今季最も低い弾道のライナーで中堅フェンスに今季36本目となる本塁打を叩き込みました。米メディアがロケットと形容するアーチは、15打席ぶりの安打で5試合ぶりの一発。前日の試合では3三振という結果にヘルメットを叩きつけて苛立ちをあらわにした大谷選手ですが、試合前まで3割7分2厘と大得意のデーゲームで快音を響かせました。3回先頭の第2打席はチェンジアップを追っかけて空振り三振。同点で迎えた5回にはベラスケス選手がライトスタンドへ今季1号ホームランを放つと、続く1番レンヒーフォ選手もライトへ2者連続のホームランを放ち、点差を広げています。同回、大谷選手がこの試合3回目の打席へ入ると、3者連続アーチが期待される本拠地ファンからは MVP コールが沸き起こりましたが、フォアボールに終わり、スタンドは MVP コールから大ブーイングとなりました。6回に試走者なしの第4打席は空振り三振に終わってしまいます。この試合を終えて大谷選手は3打数1安打1本塁打1打点1四球で打率は3割2厘となり、エンゼルスは4本のホームランで快勝、2カード勝ち越しで貯金を2に戻すことになりました。この日の大谷選手のアーチは、ウアン・ケラー選手のフルカウントからの7球目、92マイルのカットボールを強振、打球速度 112.9 マイル、打球角度19度という低空弾はぐんぐんと伸び、中堅フェンスを越えて36号本塁打となりました。打った瞬間こそダッシュで一塁に向かった大谷選手でしたが、フェンスオーバーを見届けると足取りも軽やかに、ダイヤモンドを軽快に周回。この日の大谷選手の同点弾にはネビン監督も試合後、ゴルフボールを除いてあんな軌道の打球は見たことない、最初はセンターライナーかと思ったが、打球はフェンスを越えて木の茂みに消えていった。彼にはいつも驚かされるが、今日もとても印象的だったと振り返りました。前日の試合で大谷選手が3三振を喫した後にヘルメットを叩くなど苛立ちを隠さなかったことについては、普通の反応、心配していないと語ったネビン監督も今日の結果にご満悦の様子でした。5試合ぶりの大谷選手の本塁打には現地メディアも即座に反応。 MLB 公式のブレント・マグワイア記者は、翔平大谷の36号はうるさかった。打球速度 112.9 マイルで飛距離410マイル、滞空時間はたったの4秒だったと衝撃を綴り、米スポーツ専門局FOX スポーツのアナリストのベン・バーランダー氏も、翔平大谷サンデーが全力で戻ってきた、ドセンターへの36号だと興奮を示しました。第2打席の地元局中継では、着弾までの時間は 3.99 秒と表示され、大谷選手自身としては今季最短の時間ということもあり、米カリフォルニア州地元紙ロサンゼルスタイムズのルカ・エバンズ記者は、翔平大谷がミッチ・ケラーのカットボールを強打し、打ち出し角度たった19度のライナーで中堅フェンスを越した。打球速度113マイル、36号は打つのがかなり難しい1球だったと大谷選手の技術を称えます。米スポーツメディアジ・アスレチックのエンゼルス版サム・グラム記者は、翔平大谷がライナーをセンターへの本塁打にした、打ち出しの角度はたった19度だったとその角度に驚きを示し、別投稿では、
ショウヘイ・ゴータニはこれ以上低い打ち出し角度の本塁打をセンターへ放ったことは今まで一度もない。角度18度の本塁打を引っ張って2発打ったことはある。19度も何発かあるが、いずれもセンターへではない。としてセンターオーバーとしては最低空弾だったことも記しています。さらに MLB 公式サイトやベースポーツ専門局 ESPN などで活躍するサラ・ラングス記者は、規定投球回に達している投手の中の被打率メジャートップの選手がメジャートップの36号を放った、大谷は本当に現実離れしていると自身のツイッターに投稿。被打率1割9分5厘と投手としても図抜けた成績を残す大谷選手の異能ぶりを称えました。大谷選手のこの日の一発にネット上では、角度があまりつかない中でもホームランになる、芯を捉えた時に他の打者に比べて角度に幅があるというのは大きいですね、打った瞬間相手外野手が前に意識を持っていくような角度で頭上を越えてスタンドインすると守る方もやってられんと思うでしょうね。これからマークがより以上にきつくなっていくだろう。大谷選手、高級必本塁打を期待したいですね。5試合ホームランが出なかったとはいえ両リーグトップの36号、昨日は自分の打撃に納得いかなかったのか、珍しくヘルメットを叩きつける姿があって調子が決して良いわけではないんだと思いますが、こうやって悪いながらも一発を打つあたりはさすがだと思います。普通のパワーヒッターならセンターライナー、フェンスを越えるような角度ではなかった。ただ打球音もすごかったし、あっという間のフェンスオーバーだった。トレードに関するインタビューの受け答えについては、あくまでもここでワイルドカード争いをするように聞こえた。8月2日の朝まで何が起こるかわからないが、自分のプレーに集中してほしい、チームももっと士気を上げてほしいといったコメントが並びました。チームの7対5の勝利にも貢献し、シーズン58本ペースに乗せた大谷選手、今シリーズでも先発投手として登板を続けながら打者としても欠場はなしでのこの結果、まさにエースで4番を体現する異彩ぶりには現地でも驚きの声が広まりました。ちなみに現時点での本塁打争いでも両リーグ単独トップに君臨し、ア・リーグでは2位のロベルト選手に8本差と完全なる独走状態にあります。15打席ぶりのヒットが会心の一撃となり、メジャー6年目でパイレーツ戦初アーチ、大谷選手は23球団からホームランを放ったことになります。そんな中、この日大谷選手から被弾した先発右腕が語ったある思いが話題となっています。また今シーズンを通じて大谷選手を間近で見た敵軍パイレーツの選手たちのある本音にも注目が集まっています。大谷翔平の 3.99 秒弾は激レアだ。被弾のパイレーツ右腕が衝撃ホームランに白旗、わけがわからない。本拠地パイレーツ戦に2番 DH で出場し、初回の第1打席で中越36号ソロ本塁打を放った大谷選手、角度19度の超低空弾を被弾したパイレーツの右腕ミッチ・ケラー選手は、ライナーだと思ったよ、激レアだと仰天していた様子。36号ホームランは見る者を唖然とさせる一撃でした。メジャー5年目で今季すでに9勝をマーク、オールスター戦にも選出されている右腕ケラー選手が自信を持って投じたはずの内角低めのカットボール、振り抜いた大谷選手のバットから衝撃的な軌道が飛び出し、打たれたケラー選手は、打たれた瞬間はセンターへのライナーだなと思ったんだ、そこから伸び続けたんだけどわけがわからない、打球速度は時速110マイル以上でしょとこの日の試合を振り返りました。地元放送局が伝えた大谷選手の弾丸アーチは着弾まで 3.99 秒だったとのこと。打球速度は 112.9 マイル約182キロという衝撃的な打球にマウンド上で自分の目を疑ったと語りました。大谷選手も一塁まで全力ダッシュしたほどの超高速低空弾については、あれを見たことある、激レアだよと白旗モードのケラー選手、続けて、すごい打者、リーグ屈指で世界最高だよ、真ん中に投げたら痛い目に遭うよと二刀流の打撃に舌を巻くほどでした。
パイレーツの指揮官であるデレク・シェルトン監督も22日第1戦目の後、大谷選手について言及、大谷選手の第2打席への投球を悔やむコメントを残しています。パイレーツ打線は投手大谷選手から4本塁打、試合には敗れたものの、会見でシェルトン監督は打線がいい仕事をした、特にヘンリーは素晴らしかった、世界最高の投手の一人、いや世界最高の投手から打つことができたと大谷選手への賛辞を惜しみませんでした。一方で先発投手を攻略しながらもチームが敗戦を喫したターニングポイントは4回だったと明かしました。先発のオビエド選手は3回まで無失点も、4回先頭の大谷選手にフォアボールを与えるとあっという間に5失点。ああ、コースに狙った球が外れてしまった。フルカウントに戻したのに。最初の3回は素晴らしかったけど、ストライクを投げないといけないという思いが出てきてしまった。と、指揮官は大谷選手の威圧感を示唆しました。さらに、ストライクを投げることを意識しすぎてしまい、ホームランを打たれてしまった。と、大谷選手の打席からリズムが狂ってしまったと分析しています。また、8回に大谷選手から三振を奪ったルーキー右腕は、普通の打者なんて言えない、メジャー最高の選手と緊張の面持ちで二刀流との対戦を振り返りました。4番手としてマウンドに立ったルーキー右腕のカルメン・マジンスキー選手は8回に大谷選手と初対決、カウント1エンド2で迎えた4球目の真ん中高めの157キロのファストボールで空振り三振を奪いました。試合後のロッカールームにて、ルーキーの君がここ半世紀で最大の物語となっている大谷を空振りで三振に、これは履歴書の勲章なのか、それとも普通の打者相手の三振と地元記者から質問された24歳は、絶対に普通の打者なんて言いたくないよと真剣な面持ちで語りました。続けて、自分の気持ちとしては自分の球を投げ切ることだけで打ち取れた、それでも彼は間違いなくスペシャルな才能でメジャー最高の選手なんだと称賛していました。また今季が8年目で通算66本塁打をマークしている左の強打者であり、今シリーズ大谷選手から本塁打を放った韓国の大砲チェ・ジマン選手、チェ選手の母国である韓国メディアは、野球の神大谷からホームラン、大谷に一撃を加えたなどと自国のスター選手の活躍に歓喜の声を上げました。当の本人であるチェ選手は試合後のインタビューで、二刀流の打撃を間近で見てその凄さについて言及、投打で活躍しているから全員が嫉妬してしまうような選手だ、唯一無二の存在だ、学べることはたくさんある、私自身も彼から学びたいことがあると大谷選手から得られる学びがあるとコメント。取材陣から何を学びたいかと聞かれたチェ選手は、パワーについて学びたい、アジア人が MLB の舞台でこの活躍をしているのは素晴らしいことでとても嫉妬している、私も彼みたいな選手になりたいと大谷選手を称賛しながらも嫉妬の思いを吐露しました。 MLB は球がとても速い、私はアジア人選手のような打ち方をする、いつも試合前に 70% の力でスイングすると決めている、フルスイングはしない、でも大谷はフルスイングをするからあのパワーが編み出される、それが違いだと自分自身との違いを語りました。ネット上では、打たれた方もホームランだとは思わないだろうな、あんなホームランを打たれることは今後ないかもしれないね、この前のホワイトソックス戦もそうだけど、一流ピッチャーが打たれたことのないホームランを打つ男大谷、そりゃ嬉しいだろうな、自分たちも野球の神とまで表現するくらいだし、おそらく他のメジャーリーグに自国の選手がいる国々も、その選手が大谷選手からホームラン打ったり全打席三振に仕留めたとかなったら大々的な記事になってるかもしれないし、そう考えたら同じ日本人として嬉しいし、改めて大谷選手の凄さが実感できるというもので、やっと一回ホームランが打ててこの喜びよ、同じプロでもこのレベルの差を全世界が認めざるを得ないことは自明の理になっている、この現象をリアルタイムで見ている我々は当たり前のことのように思っているが、50年後には大谷翔平は
ベーブ・ルースをはるかに上回る伝説の選手として語り継がれていることは想像に難くない。打球音がホームランのそれだったけど、センターをカメラが映した瞬間には入っていた。弾道を目では追えないが、テレビ観戦の大観としても出入った感じだった。打つホームラン打つホームラン、それぞれに驚きがあって楽しませてくれるって最高か。大谷選手はこの試合1打数無安打3フォアボールとインパクトのある結果は残していませんが、想像以上に試合の流れに影響を与えていたことが敵軍のコメントからもわかります。あなたはどう思いますか？